い、えい、たくやです。だーい、かずやです。ザ・タッチです。えい、大島です。はい、ということで来ました、久々パワープロです。実況パワフルプロ野球2018、はい、サクセスをやっていきたいと思います。これ2回目だよね、やるのは。待ちわびました。ね、これになると急にやっぱあわわがもうついていけなくなるので、うん、そうですね、3人で、あわわ抜きで3人でいきたいと思います。いきたいと思います。はい、はい、前回やった時、はい、パワフル第二高校で、そうですね、あわわっていう選手を作ったんだよ。打ち方気持ち悪いやつね。そうだね、ね、入り方気持ち詳しくはあのアーカイブの方で、いや、ぜひ見てほしい。ぜひ見てください、うん、で今回は違う高校でやってみようってこと。なるほど。はい、五稜郭、これ五稜郭の五稜郭でも五稜なんじゃない、五稜郭なんか、五稜郭じゃなくて五稜郭高校、なんか強豪校っぽい名前ですね。そうですね、うん、なんか噂に聞くとこれ長いらしいんで、はい、サクサクとサク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 セスでいきましょう。サクセスでいいじゃないですか。行きましょう。じゃあ、はい、それでは行きます。プレイボール。いや、知らないですそれ。なんか言っといてくんだよ。事前に言っといて。あ、そっか、これ、はい、何を作るかってとこからですもんね。どうします。僕一個作りたいのがあるんだけど。それで行きましょうよ。はい、キャッチャーカズヤ。キャッチャー、うん、はいはい、カズヤ、カズヤで、うん、カズキャノンっていうのをぜひお願いしたいんだけど。カイキャノンで。ちょっとね、僕の中でやっぱあのかっこよさ。まあ確かに。カイに関しては、うん、名前タクヤっていう。ややこしいやそれ。ややこしいな。カイカズヤ。カイカズヤ。カイタクヤの弟、カイカズヤ。いいじゃないですか。あ、そうしましょうか。カイカズヤ。カイカズヤ。いいと思います。ニックネームはだカズキャノンで。カズキャノン。ダッセみたいな声が聞こえてる。本家はもうマジですごいですからね。カスカスキャノン。あ、いや、カズって決定したと思うね。カズキャノンで、名前はカイカズヤ。あ、そういうあのこれニックネームなんかそういうことか、そういうことか、なるほど。で、こうカイカズヤ、いいですね。あ、なるほど。弟設定、弟設定いいな。弟カイカズヤ。いいっすね。でも、そう、一緒にやる俺らの完全無視だ、ね、もうてめえで家でやるんだったらいいけどさ。なんで俺らはカイカズヤをやんなきゃいけないの。まあまあ、これでいいっすか。これでいくか。でどれで登録ね。カズキャノンか。カズキャノン。ないでしょ、カズキャノンって言わないですよ。見てからでカズ。カズあるかも。カズはありそう。カズ山本でいい。カズキャノン。カズ山本。カズヤでいいじゃん。カズキャノンはないかも。カズキャノンね、カズでいい。カズキがある。カズキ。略してる。カズキャノン略してカズキ。カズヤでいいし、カズヤで、はい、いいですね、はい、いい。これ右だね。あ、左打ちの右投げも悪いかな。うん、やっぱ打力、回の実際の回は打力はそこまでないですもんね。まあ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 、うん、回はどっち打ち。右打ちだと思います。右投げ。右打ちでしょ。左打ちかな。なるほど、弟だから、うん、やっぱこう右投げでこれが見たいか。座ったままノールックで。これあのドカベンのやつ。できないでしょ、パワープロで。今バッティングフォームを勝手になんか。あ、な、何したの、進めてました。これでいい。バッティングフォームの何もう決めたん。あ、まだ決めてないです。バッティングフォームはもう決めた。何してんの。なんだ、みんなでやんの。見てないですよ俺。これでやっぱ肩から振っていきます。いやいやいや、肩後でいいでしょ。弾道1個上げたいかな。あとミートやっぱ多少パワーを上げた方がいいか。多少最初試合に出た時に打ってる方がいいか。最初はやっぱこっち打つ方を、打つ方を上げて、で後半肩にバーッと。なるほど、振り込む形に。わかりました。入学当時は肩そんな強くなかった。あ、そういう設定で。いいね。これでいい、うん、はい。俊敏ゼロの日。俊敏性がないっす。俊敏ねえだろうね。
ノーマルでいいのかな。フォーム田中勝って誰なんすか。田中勝のフォームにしてるけど。これはオッケーです。見てなかった。どういうフォーム。何も全く分かんないんだよ。これいいんだよね。多分なんか選手を出すかどうかみたいなやつ。え大丈夫のメスだ。いやいい。それいい。会いましょうよ。やっぱ強い選手作るのは絶対大丈夫は。失敗した時どうすんの。これ取り直しそうなの。そのままで作るの。うわそうか。そこよ。それかもうかけるやんないっていう、うん、タレント力みたいなのつける我々の。もうそれはだって絶対俺でも失敗した時やりたくなくなっちゃう。そうなんだ。わかります。そうなんだ。そう、それはそうですね。だいたい消すもんね。そういう失敗して、まあってもやんなきゃいいだけど、うん、終盤だとやるのマジで怖いですもんね。お10年前。序盤で出てくんねえかな。五稜郭だ。五稜郭。これで五稜郭。あれで五稜郭。先週だった。五稜郭高校初優勝。うん、ピッチャー投げた。打たれたんだ。打たれた。福水くん。福水くん。これ覚えとく。よくある名前。でもよくある名前。平凡な打球。ちょっと正面。いや落とした。落とした。落とした。エラーしたんだ。さよなら。うわあ。キャッチャーが今の監督。監督森健三。はあ。ショート2人何これ。木の下で憧れの感じ。告白して玉砕したんだ、うん、わぁ、もう何もかも負けてんだもん。これはこれは説明イベントは 見た方がいいですよね。まあそうだよね、はい、これ家でやってるわけじゃん。20年ぶり。二人とあれと、あ、で監督だから森さんはカズキャノン。俺はカズキャノン。俺はカズキャノン。俺これこいつ絶対友達になるよ。絶対なんだよ。俺はカズキャノンつけるやつと。友達になりたくないの。やべえやつだもんな。なんかすげえ矢部くんが普通に見えるもん。確かに。集合。これだ森健二。あでもいいじゃないですか。キャッチャーが監督っていう縁が感じます。本当38歳ぐらい、若めの監督だね。雪辱を果たすと年と5ヶ月長いね。キャプテンはまず一等賞にやってもらう。いい名前ですね。いや強豪校っぽいね。一等賞。うわ眉毛が肩のんのってるいいなえ、いきなり。お、いいっすね。さあ始まりました。なんか資金とかがあるんですよ。お、前なかったっけ。前なかった気がしますけどね。行動力みたいな。あとはバイト系があるのかな。そこはまだいけない。まだいけない、まあ、とりあえず練習ですかね。とりあえず練習だよね、まあ、監督ですよ。はい、うん、まあわかるもんね。とりあえず監督を追いましょう。そうですね。森健三いない。俺いないですか。いないときは筋力。うん、いやー肩 B ぐらいになった。最初どうだったの。最初の1ヶ月は怪我しないんだよ。お、福水だ。お、これが、あれエース、あれ相手のエースじゃないですか、相手チーム。そうだね。いや子供、子供なんじゃない。なるほど、子供が五稜郭に来たんだよ。千秋楽学園になった福水か。ってことはだいぶ若い時の子供なんだ。あいつ ピッチャーっつってた。エースって言ってた気がしますけど。あ、じゃあ将来バッテリー組む。あ、本当だね。俺とカズキャノンと。カズキャノンか。やる気だけはいいぞ。あ、これで監督が始めるのかな。あ、キャプテンになると練習で総合練習ができる。試合で選択できるプレーターが増える。大事ですね。キャプテンになりたいな。すげえ、部品の管理とかもある。じゃあ持ち逃げもできるの。ダメでしょ、持ち逃げ。そうだね。ないんですよ。横流しとかもない。ないんですよ、そのコマンド。持ち逃げのコマンドなるわけないんですよ。監督が入った。守備いいじゃないですか。最初ってどうだったのって、うん、この間やった時って僕は怪我しなかった気がします。やったんだっけ、練習。いや、やんなかったんだ、結局やんなかったんだ。おお、いや、やっぱカノンちゃんです。前回誰と付き合った。カノンちゃんです。カノンちゃんか。初見もいいけど、今回どうする。でも違うやつにします。諏訪の君。諏訪の君。いや初見にします。初見にしとこう。はい、
眉毛が濃いんだよ。ちょっと眉毛濃いんだよな俺。今風で知らないんすよ。井上咲楽ちゃんぐらいあるよね。すごくない？あの子つながってるじゃん。よし、メロメロだ。いくよ。うん、監督、はい、いた。どう、いけるか。いや、14はいけますよ。14はいける。あれ14引きます。全然全然。あ、よかった。ダメなんだよね。減っちゃう。減っちゃう。だいぶ減ったなぁ。くそー、森健三の評価下がった。やべえ。それ1年生で速攻怪我してたら。やべえ。やべえ。やべえなー。スタートつまずいた。リセットしよう。まあまあまあ、ね、うん、大丈夫か。まだ、まあ、大丈夫ですか。まだまだ勝ってんの。いや、最初はちょっと問題あるぐらいの方が最初の練習無駄になっちゃう。あ、調子もらえましょう。調子もらえましょう。おお、いいね。コツを掴んだだけだから、あのね、つきやすくなる。なるほどなるほど。あれが下がる。コストが下がる。強いよ。え、それ押せないんじゃない？いや、押せないからないってこと。高い方が。おいおいおい。こいつあれこいつ、これやべえやつだったんだ。俺の初見なのに。注意する。どうする。でもキャプテンどうなんすかね。コツを教えてもらおう。コツを教えてもらいましょう。絶対ダメだろ。やってみるか。どう？あ、でも、おお、いいじゃないですか。でもいい方で。はい。ごめんね、休みスタートになりそうだけど。大丈夫です。あ、入ったな。あれ、ここはどこだ？パン屋さん。ガンダー来い。うん。早くしろ。お助けなんじゃない。よっ。まあ、いや。あ、いいやつ。そうだ。この、ね、いい表情。パン屋なんだ。あ、そうか。え、いいやつ。これいいやつですね。福水ベーカリー、よくある名前だね。あ、これは帰った方がいいのかな。怪我しないか。あ、そうか。帰るでもし体力回復するんだったら、うん、そうもいいけど、まあ、どの道回復しないといけないですもん。怪我はしないもんね。じゃあ練習します。練習しよう。どっちですか。あ、まあこっちにしますかね。あの体力のあれがある。あ、いいねいいね。お、いいねいいねいいね。で回復します。回復で一回筋力上げてくる。わかりました、うん、まあもしなんか筋力というか来るかもしれないです、うん、あ、お、監督。あー悩むな。監督か。でも最初やっぱ監督じゃないですか。監督を試合出るまでは監督を、はい、はい、行きますね。よ、どうだ。お願いします。よし。マモノちゃん欲しいな。あれです。マモノちゃんないと勝てねえよ試合に。頼んじゃねえ。能力上げます。パワー上げますか。ミート。足も上げたいんだけどね、ちょっとね。パワー結構必要だな。ソリカ。そうだね、ソリカ上げる。守備力後にしよう。はい。何がカズキャノン。いやいやいや、16だぜ今。早く上げてくれよ肩を。あ、俺の名前はカズキャノン。肩 G だぜ。いきますよ。はい、こんな試合までのターン数出てんの。あ、本当だ。クリアまで107ターン。あ、ちょっと待って、行きますか。ハンバーガーショップ、ガンダーいる可能性ない。前出ましたよね。前ハンバーガーショップで、はい、行きましょう。この子。なるほど。高いの買いますか。どっちがいいですか。パワードック。パワードック行きますか。わかりました。
俺モスバーガーのホットドッグ好き、うん、おー来た噛んだやりますよ、うん、やるよマモロちゃんマモロちゃんよこせそんな簡単には出ないだろなんかくれましたよこれとはモモロちゃんか癒しタオル癒しタオル癒しタオルいいなんか回復してくれるのちょっと見てみようぜわかりましたあ、うちのパンいいっすね、仲良くなってあ、いや悪いやつやん、ね、いいやつっぽいっすね目やばいけどね、うん、ヴァンパイアの目してる、うん、まあな、うん、あ、うん、竹焼きだちょ、おいおいいいやついいやつですトミズと仲良くなってね、うん、回復しますあ、癒しタオルもいいと思う癒しタオルもいいよね、はい、ゆっくりねよし行きましょうかあ、どうしますこいつはいいかいいなこいつを嫌いだあんまりうち嫌いだえ、じゃあでも誰もいないっすよ行かなくてもいいんすかか、自分の部屋行って回復するよし、よしよし、いいぞ、癒しタオル、はい、1頭に使うぐらいだったら回復したほうがいい装備、装備できてんの、できてんのそうじゃないあった、あった休む選択時の体力回復を少しあ、いいじゃんこれ使って休むすればいや、これ装備だからだけでいいあ、そうなんだね、骨ってある骨って何鬼がくれるおい、これだ毒ウドもあるよ毒ウドこれだこ れ, はこれだどうやって手に入れるのこれ変えんえ、それ押せないの癒したほうが押せます押せなあ、持ってりゃいいの持ってりゃいいのえ、なんかじゃあショップ行ってますか骨売ってねえかなお買おうぜこうこうこういやいや、このためにバイトしてたんだから骨買うために骨買うためにバイトしてたんです買いますよ骨って1万5000もすんだよえ、ここに魔物ちゃんはないでしょないっすね、骨はないんだやっぱじゃあ骨買いますよもらうしかないんだ骨買おうすごいな1万5000円でこれはいらないっすか毒うどん買う両方買うじゃん両方買う本当両方買うよ分かりました俺たちには魔物ちゃんが必要なんだよ当たり前だろバイトしないとなこれいりますよ、ね、バイトしようかもう5000円しかなくなっちゃったでもこれで急にお金必要になったしねバイトしたいなあ、バイトあ、あ、ガンターだこれいきなり来るよこれ骨持ってるよ骨持ってるぞんお、これすごくメンタルメンタル練習これやっていけばいつかもらえるかもしれないいやでもかなりレアアイテムかもしれないですねお、グミズグミズストレッチしてたあ、一緒にこれ一緒に練習しよううん、そうだなおお、いいっすね、いいっすね結構力さてうん、いやいや仲良くなってるもうこいつ俺のことカズキャノンって言うのお前が呼ばせてんだぞ、カズキャノン肩弱いくせにキャッチャー目指しやがってそろそろ帰るかおぉ、なんかいい感じっすよ、ね、あれいい感じだね行きましょういい感じ、うん、いい感じおおあー、悩むなでも、試合まであと4、うん、なんでカントパイどうだお願いしますよしあれ結構ですわ、ダメだよねそうですね練習絶対ダメですねおかんしよしそうか、自分で秘密の練習があるんだなめっちゃいい感じピンみたいなあの、実は風で寝込んだいい子だなすみませんきょう、風の入り方昨日はありがとうございますはいなんかもらえそうなんかもらえそうおあアロマグッズなんだ
魔物ちゃん。いやもう何でも、もう初見が魔物ちゃん持ってると思えないけど、ね、はい、この結構いく、あ、これ出そう、お、出しますか、福水君かな、こんにちは、出た、来た、キミネだ、俺苦手だわ、ね、耳尖ってる系嫌い、見ないですよ、耳尖ってる系、耳じゃないじゃん、髪飾りの、あ、そうか、え、何読んでた？いやだからマネージャーになりたい、なりたい、そうなんだ、これは歓迎しよう、うん、まあそうですね、断る理由もないですよろしく、さあ試合までもうちょいですよ、 おこれパン屋さんで、あ、二見って名前だ、あれ二見って何でしょ、あ、ショートじゃん、ショートでエラーした人だ、二見雄一、一度目が鋭い、購買部の、購買部のおじさんなんだ、二見さんに練習見てもらうと良さそうじゃない、お、来た、かっこない、まあ一応上げときますか、頼む、いきますか、うん、あれっていうか呼ばれる、あ、練習試合だったら出れるのかな、いや、これで、それではほら、先輩頼む、ベンチは、ベンチもない、まあまあまあ、しょうがない、強豪校だもんね、うん、ちょっと、やっぱガンガン打ったけどダメだね、まだ足りない、追い足んなかった、まだ足りないね、いやでも追い監督が、え、いるときは全部最初のあれか、怪我か、ちょっとあるかもしれないです、まあでも練習試合で、うん、どうする、どっか行ってバイト先探す、なるほど、スーパーマーケット、いいかも、上がりそう、あ、あ、これアルバイトできるね、いいですね、いいんですか、回復してる体力、いいですね、ね、よかった、関さん、関さんのがいいな、やっぱ、いやあ、そ、じゃあこっちは、やっぱ勝負する、いや楽しそうだな楽しそう、そうだとしてるな、回復した方がいいかも、シエマだとなんだ、次は出たいっすね、ゆっくり休んだな、よし、おー、いいね、おー、来た、これは、いや、これはショッピング、こっちでしょ、うん、まだ試合はあるから、まだ7ターンあるかもしれない、来い、あー、これなんか使った方がどうなんか使えないんですか、すごいね、こんな子いた、1位、1位、1号1円、またスケルにしよう、おい、いくな、罰で、おい、やっ、うわ、クミズか、いい、お、おい、遊びに行け、遊びに、あ、ありがとうです、あんた、バカですか、バカですか、え、俺、はい、1号1号、いいのに、キャラだね、あ、来た、監督、監督追います、はい、あの、極秘指導みたいな、そう、それ見ようか、見ようか、なんだ、あ、これ出そうか、はい、おー、やべえ、やっちった、これ最初からなんだっけ、これなんだっけ、いや、なんか変な、能力下げる特殊能力しかつかないやつ、なんかこれでいい、はい、いけるかな、ではまたどうぞ、うわ、50も減らされた、あいつなんだマジであいつムカつくわ、これ、お、いいんじゃないですか、
あ、打撃の練習レベル、これすぐ使った方がいい。どっちも使った方がいい、うん、はい。あ、いいのくれんな。いいっすね。あ、アルマもいいね。ね、アルマもいい。やる気が上がる。ないないな。どうしよっか。福水君どうする？これここがいいよ。一等分のね、一等分。うん。監督は全然いない。よし。はい。さあ、試合試合。次の試合は出たいな。おい、こら。やべ。あ。詰め出しちゃダメだよ。紅白戦でね。な。いい人だ。伝説の人。いや。じゃ。二見さんもエラーしたくてしたわけじゃないからな。おい、行くぞ。二見さんなんかちょっとドラマチックに。絡んできそうだね。すみません、うん、確かにすごい。ガンダ来た。お、監督いないですね。いないからちょうどいいかもしれない。来い、早めに守ちゃん。あ、まあまあ、でもこれいいぞ。 ね、 使いますね、うん、ガンダ使えんな本当に。頑張れですよね、うん、うん、よっ、こういう感じになってるな。よし、で、アイテムで使用。そうだね、はい、これどんどん使用してた方がいい、はい、ちょっと。で、監督いない。じゃあ筋力ですか。これか、うん、はい、使ってみよう。うん、よし、筋力レベルになった。監督、下の方ある。商店街行きますか。商店街。いや、商店街。まあでもあれもありだよね。行かないです。一等賞行きます。一等賞ちょっとあげる？ちょっと行ってみますか。一等賞が強くなればね。ね、結局最後使う可能性あるし、ね。ずっとここいますよね。これどうしますか。一等。ん？いや、待て待て。うわ、すごいな。何でもいいよ。いいぞ、監督ロンドン。何受けなくていいのよ。よ、どうした？会いたかったです。ね、AKB みたいに。バカですか、バカですか。あ、いや。前出てこなかったよね、いちごちゃんは。ね、いなかったよね。五稜郭専門キャラなのか、たまたま出なかった。監督。監督いねえな、なかなか。投資の方見に行っちゃってるんですね。どうします、筋力ですか。筋力だね。スカウト打撃も上げる。スカウトもついてきますか。うん、そう思って。監督ガンダ来たぞ。あ、バーガーショップのガンダ。いや、もう高いやつですよね、うん、バドック来い。お、打力成長グラブ9。何これ、これ、これ、カズキャノン、カズキャノン。なんかやべえのもらったぞ。なんだなんだ、極みだって。装備じゃない、装備。うおこれすごくない。これはすごい。その横に肩力成長グラブ、権力成長クラブがあって、極みっすよ。え、どういうこと。装備したいもん。能力アップとか装備しなくていいんすよ。そうそう、してる。あ、してんだもん。あ、あ、一だ。カズキャノン。すごくない、これ。まあまあまあ、まあ、G だから1なのかもしれないけど、ちょっと上げてみていいですか。
になる。でもでもだいぶすごくない、これめっちゃあとキャノンできる。いいっすね。めっちゃキャノンできるの、うん、はい、よしよし、練習もダメか。あ、いるけど 15% はどうします。でもあんまだと試合まで1なんで、今怪我するとまずい、そうだね、うん、やめとこう、やめときます。こっちには極み、ちょっと例えば、はい、ショップ見てなんかパワーリンみたいのを見て、なるほどなるほどなるほど、それは賢い、だいぶ賢い、それそうしましょう。だってあげたいっすね、ちょっとだけないか、体力回復するみたいな、ないのか、フルマリ、あ、でも練習時の体力が少し意味ないのか、そ後々、そうだね、怪我の量今アップはないの、でも 15% っすよ。だって評価も上げときたくないっすか。じゃんけんしましょう。じゃあ僕は練習したい派です。俺はやめとく。たくやったのは再ジャンプ、はい、やったらもう一回ジャンプ、はい。いや俺もやめとくわ、だからやめとく、やめとく、うん、あ、じゃあやめときますか。で、じゃんけんしよう。最初はグッジャンケン、はい、アイコでしょ、よし、やめときますよ、はい、大丈夫、監督があげたから、はい、これで怪我して評価下げるのが怖い、うん、なるほど、ここで来れば、監督来い、お、ガンダ、しかもハンバーガーショップ、下あるよ、あ、いや、まあ、ショー、もうパワードックでいいっすよね。一択でパワードック、犬だし、パワードック、はい、ドッグだし、筋力、おー、筋力のあれが上がるやつ、これいいじゃん、でも練習レベル、さあ試合来い、頼む、で出たい出たい試合頼む、あ、マネージャー、この時期に出た、あ、いちご、いちごちゃん、皆さんサポートしていく所存、うん、いかれどうぞ、なんか来るんだ、バッティングセンター、あ、いいね、バッティングセンターの人なんだ、へぇ、はい、よろそ、あれ、試合出たい、うん、どうか、アイテム使ってます、金、アイテム使用、これいいよ、筋力も、そうですね、よし、頼む、頼む、せめて代打でお願いします、練習試合、決め聞こう、それでは、うわあ、ベンチにも、全然出れない、ベンチも入れないんだ、ダメか、厳しいな、厳しいね、能力的なもんもあんのかな、福水は入ってんな、ダンス負けてるし、負けてんだ、まあな、まあまあ2年生からガンガン出よう、まだ1年生ですもんね、ここ、うん、そっかそっか、ここからそうっす、長いって言って長いもんな、我々はその監督は第2だから、まずはガンダーだから、うん、監督第2 まずはね、まあ、パーテリーもあるよ、パーテリー上げてみていい、ちょっと行ってみますか、その骨とかは何なんですか、結局持ってるだけ、あの清美とかくれたのは、あれのあれかも、持ってるだけでいいのか、ほい、あ、いいじゃん、また上がる、いいっすね、いいっすね、すげえ、これで4になるよ、レベルめっちゃいいじゃないですか、筋力レベル、マジガンダー重要だな、やっぱり効率がどんどん上がってます、来い、監督いない、こういう、あ、やっといた方がいい、だあ、竹原ピストルさんいるから、いないっす、ピストルさん、ピストルさん、もうこっちの方がいい、うん、もう19になった、いいっす、ガンダ、あ、いた、隠れガンダいたよ、隠れガンダ、めっちゃ変なのは、お、お、今度打撃練習、この先さ、変なマイナスアイテムくれることはないんだよね、ないんでしょうね、だったらガンガンやった方がいいのかな、そうだね、うん、まあそうだ、へえ、さあさあ、あ、わ、これ急速速い、うん、はい、実際に打つのかな、いやお疲れです、あたしとの結婚でね、
動き、うん、あ、いい、いいじゃない、いいですね、いいですね。ちょっとここから、はい、ここも今あの練習機材とか整ってるからさ、そうですね、うん、強くしていこう。